松本対不思議な盗難1風の強い初夏の午後であった往来から吹き上げてくるホコリが黄色い煙のようになって3階の窓ガラスまで曇らせてしまう幾度吹かせても机の上や棚はじきにホコリで白くなる 私は朝から頭が重くて軽いめまいさえ感じていたが「私立探偵事務所」などと霊々しく金看板を上げている以上頭痛がするくらいで休養するわけにはいかないこんな時には何か素晴らしい事件でも持ち込まれればかえって気分が良くなるかもしれないだが晩春から初夏にかけてはとかく突発的な犯罪が多いので あまり興味のある事件にはぶつからないものであるそこへ不意に扉をたたいて訪ねてきた老紳士がある名刺を見るとかねがね私の尊敬している有名な細菌学者の沢井博士である私は金言そのもののような老博士を迎えて少々おもはゆい心持ちになった博士は椅子につくと、 おもむろに語り出しきょうわしは不思議な盗難事件についてご相談に伺ったのです。実は警察へ届けようかと考えたのですが、第一家族の中から犯人が出るようなことになっては、甚だ遺憾だと思いましてな。それで特にあなたにご依頼することにしました。ここのようなことは、 なるべくにわしは盗まれた品さえ戻ってくれればそれで十分なので決して罪人は作りたくないのですわかりましたからその点をよくのみ込んでおいてもらわぬといかんです博士は号を押すように私の目の中をじっと見つめた承知いたしましたあなたのご希望なら 私は秘密裏に調査をし、決して警察の手にかけませんから、その点はどうぞご心配なく。それで、わしも安心しました。では、お話ししますが、ご承知のとおり、わしは早く妻を失いまして、奉公人だけのごく殺風景な寂しい生活をしております。それで、弟のところの娘は、 たたった一人よりないめいなのでわしは自分の娘のようにかわいがっているのですよそれにめいはなかなか養殖よしでな博士の話は容易に本文に入らずに道草を食っている博士は急に声を潜めてところがそのめいに今度良縁があって 近々結婚することになりましたのでわいしは思い切り立派な祝い物を買ってやろうと思いまして銀行から2000円の現金を引き出して銀座へ買い物に出かけました。目のやつはハイカラでいつも洋装をしておりますから何か洋服に必要な装飾品がいいだろうと思いあの界わいの宝石店を。 しから見て歩きました。そのうちの1件でプラチナの台にダイヤモンドをはめ込んだ首飾りを見つけて買ったのです。衣装といい細工といいまず申し分のない品で我々男でもちょっと欲しくなるほどでした。わしはそれだけの品を買うのに2,000円にいくらかたしまえをしてしまいましたよ。 店の番頭はわしの面前で首飾りをモロッコ側で貼った小箱に入れて包装してくれました立派な贈り物ですなさぞ名簿さんはお喜びになったでしょうああ,あ,あ君君そう早まっちゃいけないここが大切なんだから断っておきますが わしがそのような品物をめいに買ってやるということは内密にしてありますので誰も知っているものはないのです。その日わしが何用で外出したかということさえ誰にも知らせなかったのです。これはめいの結婚当日に届けて驚かせてやろうと思ったからです。さてわしはその箱を受け取ると街灯のポケットへ入れて マルゼンでドイツから入った新刊書を23冊買ってまっすぐに家へ帰りました玄関へ迎えに出た方向人はわしのポケットに価格2000円の首飾りが入っていようとは夢にも知らなかったはずですわしは書斎の隣の居間へ入るとまずポケットから例の包みを取り出しましたそして 次に幾重にもなっている包み紙を剥がすと中からさっきのモロッコ側の小箱が出てきました。と言葉を切って博士はちょっと考え込んでいたがやがて思い出したように「わいしは自分で選んだ品田がもう一度ゆっくり見ようと思ってふたを開けました。 首飾りは最前と同じようにまばゆく輝いていました。わしは手に取って改めた上でまた元どおり箱に収めました。そして窓際に立って庭の方に目をやりながらめいが純白の結婚服を着てその見事な首飾りをかけた姿を目に浮かべたり。 メインが箱の蓋を開けた瞬間の喜ぶありさまなどを想像したりしていました。そんなことにおよそ五分間も費やしてからふと気がついて首飾りを金庫へしまっておこうと思ってテーブルの上を見るとどうでしょう。たった今置いたはずの首飾りが消えうせているではありませんか。 首飾りだけがなくなったのですか？いや、箱ぐるみです。それはおかしい。床へでも大年になったのではありませんか？実に奇怪なことです。わしもそんな馬鹿げたことはないと思って、テーブルの下から長椅子のクッションの間まで念入りに探しましたが。 どうしても見当たらないのです。これが夜中就寝中に噴出したとか言うなら格別白昼しかも扉を閉めきって自分の居間で5分と立たない間に噴出するなんて到底信じられない出来事ですわしはあまり不思議なので自分で探すだけ探してみた上で どうしても本職を煩わせなくては収まりがつかぬと思いそれでご相談に上がったわけなのです博士は語り終わって疲れたように椅子に持たれたおおのののしかいにもはりませんですか例えば最近おとい入れになったものとかあるいは以前に何か失策があったとかいうようないわくつきはありませんか わしの雇い人には絶対にそういう人間はいないつもりでおります。雇い人と言い,いましても、女中とばあやと、それからわしが動物試験に使うウォルモットやウサギの世話をする15になる少年と、その3人限りです。女中はもう2年も粗骨なく勤めておりますし、馬は 長年家政万端を切り回している至って正直な女です。少年は少々薄野郎で、到底そのような敏昇な真似はできません。しかし、これは単にわし一個の見解にすぎないのですから、もしあなたがわしの言葉だけでご満足ができないとおっしゃるのなら、 一人,一人について十分尋問なすってくださいとにかくこれからお宅へ伺って現場を調べさせていただきましょう私はただ博士の話を聞いただけではこの不思議な盗難事件をどう解釈していいか見当がつかなかったそうですわしと一緒にすぐ宅までおいでを願えれば好都合です 博士は一刻も早くこの機械な謎を解きたい様子である私はちょうどこうした事件を待っていたとこであるからすぐに博士と同行することを承知した博士の家は麹町永田町にあった新しい軽快なシトロエンに乗ってきれいに磨き上げたガラス越しに埃のもやに包まれている影のような建物人々の往来 電車自動車などを眺めながら走っていくのはあまり悪い気持ちはしないことに危機かいな盗難事件を解決するために乗り出してゆくのだと思うと心持ちもみずから緊張した私は朝越しの重い頭脳にかかった雲がすらすらと晴れていくように感じた花こう岩の門を入って玉砂利を敷き詰めた小道についてゆくと 勝者な洋館の玄関へ出た。先に立った博士はポケットから鍵を取り出して暗緑色に塗った扉を開けた私は廊下の突き当たりの明るい居間に通されたそこで博士は改めて宝石を箱から取り出して並べたという菓子のテーブルその時博士が腰をかけていたという低い椅子とを指して 同じことをもう一度繰り返した、2. 私は一通り部屋の中を調べたがどう考えても問題の首飾りはおとぎ話にある魔法の宝石のように消えてしまったと解釈するかあるいは部屋の天井に隠し穴でもあって犯人は棒の先端につり針をつけて 博士がぼんやり庭先を眺めていた5分間にまんまと釣り上げてしまったものと認めるよりほかはないと思ったしかし魔法の宝石はあまりに現代離れがしていて遺憾ながら納得ができない天井の隠し穴に至っては探偵小説になりすぎていて問題にならない天井に隠し穴などないことは確実であった あなたがお帰宅になる前にすでに盗賊がこの部屋に忍び込んでどこかに隠れていたのではないでしょうかいやそのようなことは断じてありませんわしは自分の部屋にはいつも鍵を下ろして外出しますその日もちゃんと情を開けて部屋へ入ったのですそれにたとえ盗賊が忍び込んでいたとしても こんな明るい部屋で、しかも隠れ場所がないのですからわしが気づかないはずはありませんするとあなたが窓から庭を眺めていらした5分間に何者かが後ろの扉を開けて入ってきたのですね当然そういう推理が生まれてきますけれども背後の扉が開いたとすれば しかしすりなどは随分注意していながらちゃんとやられている場合もありますからあなたがご自分ではいかに注意していたからといって何とも言われませんないつか私が電車内で時計をすられた時なども私は洋服のボタンをちゃんとかけておく癖なのにいつの間にかボタンが全部外れているのです。 家を出るとき確かにはめていたのにおかしいなと思ってボタンをはめ直してしばらくするとまた外れているのです職所柄にも似合わぬお恥ずかしい話ですがとうとう時計は鎖りぐるみ抜かれていましたそのときつくづく狙われたが最後いかに注意していても必ず隙ができるものだと考えましたよ そうそう毎日身につけている時計のことばかり考えてはおられませんからな。なるほど。そう伺ってみると、わしはその5分間、全身の神経をことごとく目に集めて庭を眺めていたので、背後の物音については完全に無感覚であったと見えますな。一応、家じゅうを拝見させていただきましょう。それから、 外部の様子を見ておく必要があります。私は食堂客間女中部屋と順々に見回って最後に台所へ行くと痩せこけた黄色い顔をした男の子がひどくうろたえた様子で何か戸棚の奥へ隠したのを見たあれがあなたのおっしゃった動物の世話をするという少年ですか私は。 落ち着かない様子でそわそわしている少年に注意を向けたそうです小さい割になかなか役に立ちます15にしては少し初いくが遅すぎますが親どもが大酒飲みでして多少アルコール中毒の遺伝が手伝っておるのかもしれません博士は少年の怪しい挙動には気づかないらしかった私は つつかつかと少年のそばへ行って、今お前が戸棚へ隠したのは何だと小声で尋ねたが少年は唇をとがらせて黙りこくっている少年のそばへ行った時たばこの香りが私の鼻をついた戸棚をのぞくとそこにはシュシュな缶詰類が並んでいたその間に 金口の巻きたばこの吸い殻が隠してあった半分より短くなったウェストミンスターをつまみ上げてお前が隠したのはこれだろう」と質問すると少年は上目遣いに私の顔を盗み見て首を振ったそばに立っていた老博士はお前はまた隠れてタバコを吸ったなそのタバコはわしのじゃないか あれほど言い聞かかかせておくののに、らんのかね。と探索するように言ったが博士の顔には少年を憐れむ慈悲こそ現れておれいささかもとがめるところは見えない老博士はよほど少年に目をかけているらしい灰皿の中にあったから拾ったんですああそうかいだが たばこの吸い殻などは拾うもんじゃない博士は諭すように言った私はこの光景を見て15やそこらでたばこを吸うような少年はろくなやつではないと思ったこういう種類の不良児はどんなことをやるかわからない再び居間へ戻った時私は少年を尋問したいというと博士はあきれかえったように。 あなたはあんな児童に嫌疑をかけておられるのですかまあしかし念のためにここへ呼んでみましょうと言って卓上の呼び鈴を鳴らしたまもなく少年はパタパタ草履を引きずりながら長い廊下を走ってきた私は博士に席を外してもらって少年を尋問したお前は 他人のものを盗めば警察へ連れて行かれるのを知っているんだろうねうん少年は大きくうなずいた警察へ連れて行かれるとその先は牢屋へ行くんだ一度牢屋へ入ったものは一生涯人からつまはじきをされて誰も相手にしてくれない赤い着物を着せられて朝から晩まで苦しい労働をさせられるのだ けれどもお前のような子供はたとえ一度くらい出来心で物を盗んでも白状して謝罪さえすれば牢屋へやることだけは許してやる私は探偵だからいくら隠したってお前が悪いことをしていればすぐ見破ってしまういいか分かったねお前は正直に本当のことを言わなくてはいけないよお前は 主人のものもを盗んだろう「私は少年を脅したり透かしたりしたが案外強情でなかなか折れてこないそれに少年の目つきが非常に悪い絶えずちらちら動いていて正面の人の顔を見ない第1年齢に似合わないずうずうしいところがある確かに不良性を帯びている」。 よろしい。そんなに強情を張るならしかたがないから警察へ連れていって今晩は留置所へ放り込んでおくそして明日は怖い役人たちの前でもう一度調べよう」と言って肩に手をかけると彼は初めて少年らしく恐怖の色を顔に浮かべて「ごめんなさいごめんなさい」さいとまるで折巻でもされたように泣き叫んだ。 正直に白状をすれば警察に連れて行くのは許してやるご主人は品物さえ現れればいいと言っておられるのだからではお前が盗んだものをどこへ隠したね私は思ったよりたやすく犯人が上がったのでここまで出かけてきた甲斐があったと喜んだ取ったものさえ返せば本当に勘弁してくれるかい少年はおどおどしながら訪ねた むろん勘弁してやるともさあすぐにおしどこにあるねお母さんにやったんだよと少年は言う私はかねがね息子を手先に使って盗みを働かせる悪い母親があるということを耳にしていたのでこの子もその一例だと思った私は博士の了解を得て少年を連れ出した 少年の家は愛宕下町のケチな古道具屋で壊れかかった家具類擦り切れて糸の下がった絨毯、鉄板類空き瓶等を軒先に積み上げたみすぼらしい店であった少年は一足先に家へ駆け込んで四十格好の病針らしい母親を引っ張ってきた手前がこれの母でございます。 けがらわしいところでございますが、どうぞこちらへ。と言って、店の横手の薄暗い部屋へ通した。警察の方でいらっしゃるそうですが、せがれが何か悪いことでもいたしましたのでしょうか。母親は、頬に乱れかかっているおくれ毛を指先でかきあげながら、気づかわしそうに尋ねた。私がそれに答える先に、 少年が母親の耳に口を寄せて何事かささやくと母親の青白い顔が急に赤くなった「そうかそれじゃあお目にかけたらいいだろうふッバカにしているよ」母親の声は怒りを帯びていた私はこの子にしてこの親ありと思った高価な宝石を盗ませておきながら よくも白々しい顔をしていられると思ったそれよりもこの様子では果たして首飾りがまだ家に置いてあるかどうかが疑問である私は博士の言葉もあるのでどうかして宝石を無事に取り戻したいと念じていた「どこに隠してあるすぐ出すがいい」と命じると少年はちょっと母親と顔を見合わせていたが 今持っていくよと言って台所へ引っ込んだそして間もなく大きな鍋を下げてきて私の鼻先に突き出した蓋を開けるとみそ汁が煮えたって吸えたような肉のにおいがムッと鼻をついた私は隠し場所に事を書いてみそ汁の中へ貴重な宝石を隠しておくなんてあまりにむちゃなことをするとあきれ返った 私は借地でかき回してみたがぎんなんに刻んだ大根と細かく切った肉が入っているばかりである冗談じゃない何にもないじゃないかどこに隠したんだ私は腹を立ててどなったそこに入っているじゃないかそれだけしか持ってこなかったんです少年はどもりながらそう言って しゃくしを鍋の底にさしこんで肉の一片をすくい上げた何を言ってるんだ盗んだ首飾りをどこへやった白状しないと牢屋へぶちこむぞおじさんこれじゃないのかい僕は首飾りなんて知らないやおじさんが僕に何かとったろうと言ったから僕はこの牛肉のことかと思ったんだよ昨日 台所に肉がいっぱいあったから、少し隠しておいて、帰りにそっと持ってきたんだよ。少年の弁解を聞いて、私はしばらく空いた口が塞がらなかった。なんですって首飾りですって。そんなものをせがれは決して持ってきたことはありません。この牛肉だってご主人のものをくすねてきたものと知ったら使うのじゃなかったのでしたが。 何でも女中さんが使うのを忘れて腐るから犬にやるとか言っていたのをせがれがもらってきたと申しましたから使ったのでございますよ。旦那様は大層ご親切な方でおりおりせがれにお菓子などを持たせて返してくださるのに痛みかかった肉を持って帰ったくらいで警察へお応えになるなんてどうも変だと思っていました。いくら貧乏をいたしましても。 他人様のものをやたらに盗むような子は育てないつもりでございますよ。はい。母親はえらい剣幕で言った。私は意外な結果になったので、早々にして表へ飛び出してしまった。こんな馬鹿げた間違いをしでかしては、外文が悪くって博士に報告もできやしない。私はむやみに腹が立って仕方がないから、 その晩は早く床の中へ潜り込んで「うん」と探偵小説を単独した、4. 翌日は方針を変えて宝石商の方から調べることにした博士は宝石商を幾軒もあさって歩いたのでどの店で買い物をしてしまったか忘れてしまったというから私は三越白木松屋をはじめ 著名な貴金属店の名を7つ8つ挙げてみた博士はしばらく考えた末確かにその中の営動という店であるというので私は早速営動を訪ねた支配人は博士が買い物に行ったという日付を聞いて帳簿を送っていたが「プラチナ台にダイヤ入りの首飾りでございますね」「手前どもではどうもそういう品をお買い上げ願った覚えはありません」 金額の遺憾にかかわらず売上代金は伝票が来て帳簿につけ上げることになっているのですからきっと何かのお間違いでしょうというあいさつであった支配人は念のために番頭たちにいちいち訪ねてくれたが誰もそんな品を売った覚えはないということであった私は店を出ると銀座から日本橋までの大通りにある 宝石商店時計店をほとんど軒別に訪ねて歩いたがどこでもそんな品を売ったことはないという私は銀座と日本橋との間というのは博士の思い違いで本当は上の辺りの店かもしれないと思ったのでもう一度そのことを正すために博士を訪問した私が営動へ行って調べた結果を報告すると博士はそうですか。 するとやはりあの番頭は奴の仲間だな。奴は番頭と凶暴になって、一方は売った覚えはないといい、一方は品物を盗んで、二人で山分けにしたに違いないです。こんな念のいった手段を取るなんて、人間の浅ましさですな。 博士はしみじみと言った。やつとおっしゃるのは誰のことです？誰かお心当たりでもおわりなのですか？私は少しでも犯人の見当がついていれば何もあんな低能な少年などをいじめる必要はなかったのにと思いながら咳き込んで尋ねた。博士は数分間口をつぐんで何事か考えふけていたがやがて顔を上げて。 これはわしだけの秘密ですがあなたを信じてお話しいたしましょうやつというのはわしの親友なのですが実は学問上の競争者です私は学者仲間ではどっちかというと幸運児でして従ってわしを妬む敵が多いのです その中でも最も激しくわしとしのぎを削り合っているのはその男なのです。彼は機会さえあればわしを陥れようと諮っているのです。わしはこれまでもずいぶん彼から迫害もされ、また少なからぬ財産を彼のためにし取されました。 博士は重い吐息を漏らした。あなたはなぜその敵を法によって防御なさらないのです？なぜその男を見逃していらっしゃるのです？私は学者肌の老博士が世間に疎いためにいろいろとつまらない目にあわされることが多いだろうと大いに同情した。ところがやつのやり口はなかなか巧妙で。 とてもわしの力には及ばんのです。やつは巧みに法網をくぐって恐るべき罪を犯しているのです。いろいろと恐ろしい目や奇怪な目に合わせてわしをぐるいにしようとしておるのです。つまり、心理的にわしを殺してしまうか。 あるいは外国へ追放しようと企てておるのです私は嫉妬深い学者同士の間に暗闘があるということはかねがね聞いていたがそれほどまでとは思わなかったのですくづくと博士の顔を眺めた博士はあくまで真面目でかつ陰鬱でいささかの冗談をも交えていないということは明らかであった博士の説によると このたびの宝石紛失事件の裏面にはそうした学者間の醜い暗闘が潜んでいるのである実際誰か非情な知恵者でもいてトリックを行わない限りこのように完全に宝石が消え失せてしまう道理はないそんなことを考えているとそんなわけでわしは先月も寸でのことに命を奪われるところでした と博士は一段と声を潜めていった。一体どんなことです？毒でももろうとしたのですか？私は博士の調子に釣り込まれて椅子を前へ進めた。いや、毒殺よりももっと巧妙な殺人法を巡らしたのです。その頃もわしは差んに敵のやつらに悩まされていました。 夜中は幾度となくつまらぬ電話で呼び起こす。昼間はくだらない質問を発し、あらゆる手段を巡らして、わしに一刻も安息を与えないのです。わしはご覧のとおりの老年ですから、夜、昼、休みなしに他人の相手をさせられていたのでは、全くやりきれません。たちまち健康が衰えてきました。 それでわしはいっそう遠い国に逃れてしばらく天地療養をやろうと思い立ったのです。ところがやつらはその計画さえ見破って汽車に乗ろうとすれば車掌を買収し汽船で出発しようとすれば客に化けて同じ船に乗り込もうとします。 それで仕方なしに最後の手段として飛行行機旅行を思い立ったのです。私はびっくりしてロウ博士のマスクのような顔を見守った博士は目を据えたまましばらく黙っていた飛行機旅行などは現在の日本の航空界では不可能でしたろうね私は相手の話を促したどうして 日本の航空界だって近来は超速の進歩をしましたよ。民間飛行が一般の航空機関を司るようになるのも近い将来でしょうよ。わしの時だってある民間飛行士で非常にわしに同情を寄せてくれた男があってあの朝未明にわしを乗せて代々木の原を出発しました。 わしの目的地は小笠原島でしたから。飛行機はまず品川沖へ向かって飛びました。その時の愉快さは到底言葉に尽くせないほどでした。なにしろ敵のやつらの鼻をあかせてやったという痛快さが根本にあるのですから。まるで。 自分に翼が生えて大空を飛んでいくような気がしました。しかるにこの手段さえ敵のために感づかれ、あいつの卑怯なトリックにかかって不幸にも、わしの乗った飛行機は3 0 0 0ルの航空から真っ逆さまに海中へ墜落してしまったのです。私は、 博士がそのような冒険に遭遇したという話は初耳であったそれでよくもおケガがありませんでしたねどうして助かりました救助艦でも来たのですかいや救助艦は間に合いませんでした何しろ台場から3マイルもうきでしかも突然の出来事でしたから運を天に任せるより仕方がありませんでした しかしわしは水泳の心得がありましたから、海中に落ちると同時に抜き手を切って岸に向かって泳ぎました。羽田に着くまで一気に泳ぎ続けたのですから、いや、今考えても非常な冒険でしたよ。この最後の言葉は、私の能天をかんと打ちのめした。同時に、 胸の底からおかしさがこみ上げてきいくら我慢しようとしても全身が振動してとうとう笑いを爆発させてしまったけれども私が体をゆすって大笑いしているのを老博士はいぶかしそうに目をしばたたいて見守っていた私がようよう息を取り戻して失礼を浴びるとどうしました何か愉快なことでも思い出したのですか ロー博士はキョトンとして尋ねたね実はマーク・トゥエインという小説家が飛行機から落ちた時の滑稽な話を思い出したものですからと私は苦し紛れに口から出任せを言った大体<ゴ>いいこれだけお話しすれば。 あなたはこの事件の真相をつかむことがおできになるでしょう博士は相変わらずにこりともせずに言った私は初めて博士の精神に異常のあることを気づいた精神病患者を相手にとんだ暇つぶしをしたと思っていいかげんに席を立ったが返り品にそのあなたの親友とおっしゃるのはどなたです とたねてみた名前ですか生命を明らかにするのはちょっと困るが君ここだけの話ですよいいですかわしの親友というのは杉山博士ですよしかし君表面は親友だが内実は敵だから よほど注意なさらぬと危険ですぞ老博士は警告するような調子で言った杉山というのは有名な神経科専門の医学博士である私は澤井博士のもとを辞すとすぐにその足で杉山病院へ向かった杉山博士は一通り私の話を聞き終わって 沢井君は過度の勉強のため強度の神経衰弱にかかっているのですいくら静養するように勧めても聞かずに無理を続けたので一層悪くなったようですお話の模様ではだいぶ病気が更新したようですね困ったものですそんな調子ですと首飾りの紛失事件も怪しいものですねしかし 一応銀行でで調べたらどうです。今月の22日に果たして2000円を引き出しているかどうかを調べてごらんなさいと言ったおそらく2000円を引き出した云々も博士の妄想であろうと思ったがとにかく銀行へ行ってみたしかるに博士が22日に2000円引き出したのは事実であった こうなるとちょっとこの事件をこのまま投げ出してしまうわけにもゆかない私はもう一度念入りに博士の家宅捜査をしてみることにした言うまでもなくその結果は前と同じく何らの収穫もない無駄な努力であったが私はふと今の隣室はこの前に来た時も情がおろしてあったのに気がついたのでこの先に もう一つ部屋があるのですかと言ったそこはわしの書斎ですかいませんからこれで扉を開けて中を調べてください老博士は鍵を出して私に渡した書斎は45日誰も入ったことがないと見えて机の上に白くほこりが積もっていた私は書棚飾り棚 テーブルと順々に見ていって最後に机の引き出しを一つずつ開けていくうちに何か硬いものが入っているらしい不思議な紙包みを発見した私が中身を改めようとすると博士は突然踊りかかってきてその包みを私から奪い取ってしまったなんですお見せなさい。何でもないのです。 何でもないものなら見せてもいいでしょう。さあ、こっちへお出しなさい。金です。わしの大切な金です。金金なら見ても差し支えないでしょう。博士はしぶしぶ紙包みを差し出した。中を分けるとそこには手の切れるような十円札で二千円入っていた。これは… あなたが二十二日に銀行から引き出してきた金ですね。その通りです。また敵の奴らに盗まれるといけないから、そこへ隠しておいたのですよ。ロウ博士はケロリとして札束を上着の内ポケットへしまい込んでしまった。私は二日間の無駄な努力にすっかりしょげてしまった。 精神病患者を相手では怒るわけにもゆかない私は自分が最初に博士の精神状態を看破するだけの探偵眼を持っていなかったことを嘆きながら家路へ向かった。